皆さんおはようございます。11月11日金曜日、時刻は7時10分です。1111の日ですね。いやー、それにしても本当に朝方寒いですね。まあ今日はね、またそこそこ移動距離長いんで着替えて出発しましょう。朝一は安定の快活クラブでございます。まあここでね、飯食ってシャワー浴びていきましょう。快活から出てきました。やっぱり所要時間25分ぐらいですね。私の快活モーニングルーティーンはもうこれで動画作れそうだな、マジで。まあ出発しましょう。現在時刻はちょうど10時半ぐらいですね。四日市市にある海テラス14って読んだらいいんですかね、やってきました。で結構ね、道が渋滞しててかなり時間かかっちゃいましたね。でここはね、展望台があってかなり景色が綺麗らしいんで入っていこうと思います。中に入ってきました。いやー、かなり綺麗ですね。ここは四日市港の貿易についていろいろな展示品が飾られています。さっき海テラス14って言ったんですが、間違ってましたね。海テラス14でした。入場料は大人1人310円みたいですね。こちらのエレベーターで上まで上がっていきます。14階まで上がってきました。ここはね、展示品が飾られているスペースですね。そしてこちらが展望スペースになってます。ここからは四日市ドームや四日市のコンビナートが見えています。いやー、ザ工業地帯って感じでいいですね。こちら側はコンテナのターミナルですね。こちら側は霞ヶ浦北埠頭と名古屋市の方面が見えています。ここは夜景の名所として有名らしいんですが、昼間でもね、かなり綺麗ですね。そしてこちら側からは四日市市街と、晴れていればね、滋賀とか岐阜の方まで見えるみたいです。あとこちらにはナビゲーションシアターっていうのがあって、映像と音声で四日市港を紹介してくれるみたいです。で今回はね、たまたま小学校の社会科見学と時間がかぶってしまったんで、私はね、今回は遠慮しておきます。それではぼちぼち出発しましょう。海テラス14から出てきました。で平日はね、夕方の5時までしか空いてないんですが、土日祝は、夜9時まで空いてるみたいなんで、夜景を見に来られる方は土日祝に来てみてください。では出発しましょう。現在時刻は11時46分です。三重県の桑名市にある六花園というところにやってきました。ここには大正2年に建てられた旧諸戸清六亭と、とても綺麗な庭園があるそうです。それでは入っていきたいと思います。入り口で入場料を払って中に入ってきました。で大人1人460円だったんですが、 JAF の割引を使って390円で入れました。ラッキーですね。ここが六花園旧諸戸清六亭ですね。いやー、なんとも時代を感じさせる作りですね。建物の中も見学できるみたいなんで入っていきます。建物内は撮影は OK らしいんですが、フラッシュを焚いたり三脚を使用することはできませんのでご注意ください。入ってすぐのところに、こちらはトイレでしょうか。いや、大正時代なのに水洗トイレだったんですね。こちらは客間ですね。歴史のある家具が置かれています。エントランスにあるこちらの階段から2階上がれるみたいです。2階へ上がってきました。部屋のね、照明のスイッチが本当に歴史を感じる作りで面白いですね。こちらにもトイレがあります。いやー、なかなか時代を感じる作りですが、水洗式っていうのに驚きますね。そしてここが今らしいですね。いやー、それにしてもなんかね、和洋折衷入り乱れた作りになってます。今の隣にはまあこれ3ルームでしょうね。年代物の椅子があります。洋館の隣なんですが、こんな感じで和風の部屋がね、ずらっと続いていってます。こちらも見てみましょう。いやー、落ち着いた雰囲気のあるいい和室ですね。こちらは縁側ですね。いや、先ほどのサンルームも良かったんですが、こちらの縁側もいいですね。庭がね、かなりしっかりと手入れされてて、綺麗な状態を保っています。こちらの館にもトイレがあるんですが、ここも水洗式ですね。すごいな。六花園から出てきました。動画だとかなりカットすると思うんですが、かなりね、見どころ多くて良かったですね。あとはこちらの庭園を少し散歩していきましょう。庭園の方から見ると六花園はこんな感じです。いやー、昔ながらの日本家屋と西洋の家屋が並んで立っているっていうのはなかなか面白い光景ですね。六花園の中から見た時も思ったんですが、この庭園って本当に綺麗に整備されてますね。こういう文化的な建物とか日本庭園みたいなのを維持するのってかなりお金がかかると思うんですが、それでもね、入場料はかなり安めなんで、本当に良心的な観光施設ですね。六花園の庭園をぐるっと一周回って戻ってきました。いやー、本当に散歩してて楽しかったですね。で、現在時刻が12時22分。まあ、ぼちぼちいい時間なんで、どっかでお昼食べましょうか。今日のお昼はこちら、ラーメン山岡屋桑名店で食べたいと思います。で、お前チェーン店じゃねえかって話なんですが、私のね、住んでる地域に山岡屋がないんですよね。なので、まあ、一回来てみたかったっていうのもありますし、どうしてもね、ラーメンの口になってますんで、今日はここでお昼にしようと思います。山岡屋、私が想像してたより美味しかったです。で、JAF の優待で味玉が1個無料ってのも嬉しかったですね。で、現在時刻が1時半くらいで、今日はね、夕方以降ちょっと行きたいところがあるんで、まあ尺の都合もあるんで、ちょっと午後は車で動画編集でもしときます。で、また夕方になったら動画再開しますんで。現在時刻は5時40分です。やってきました。菜花の里です。いやー、まさか私がね、こんなパリピなところに来るとは予想してなかったでしょう。いやー、まだ入り口入ってもないんですが、すでに綺麗ですね。で、メインカメラの DJI ポケットが暗所に弱いっていう弱点があって、今 iPhone のカメラで撮ってます。こっから先ずっと iPhone のカメラで撮っていくんで、多少手ぶれすると思いますんで、それだけご了承ください。で、チケットはね、もう事前に買っときましたんで、中入っていきましょう。場内に入ってきました。で、こっから先はもう私のナレーションはなしでいこうと思います。それでは映像をお楽しみください。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。いやー綺麗でしたね。私何気に菜花の里って初めて来たんですが、かなり良かったです。私の住んでいる地域からね行けない場所じゃなかったんですが、なんで行ってなかったのかっていうと、私がねこういうパリピ行為があんまり得意じゃないからですね。でそんなことは置いといて、このね菜花の里なんですが、入場料がね2500円するんですよね。ゲロ高いじゃないですか。ただ入り口でこういうね菜花の里の中で使える金券を1000円分もらえるんで、要するに入場料は1500円で、中でね1000円何か食べれますよみたいな、そんな感じですね。で歩いてる途中にねいくつか飲食店があったんで、今日はねそこで飯食って帰りましょう。なんかいろいろ見て回ったんですが、どこもね結構混んできてたんで、ここの長島ビール園っていうところにします。ここが一番空いてそうですね。いやしかしおしゃれな店が多いんでね、こんなおじさん一人で入るのはちょっと嫌ですね。仕方ない、使わないとチケットがもったいないんで入ります。長島ビール園から出てきました。ぶっちゃけフードコートレベルなのかなって思ってたら、割とね美味しくてびっくりしました。いや本当にすいません、うまかったです。使った金額が、1100円ですね。クーポン券が1000円分あったんで、差額の100円だけ払いました。そして現在時刻は7時13分。いやいい時間になりましたね。で美味しいもん食って腹膨れてイルミネーションも堪能したんで、今日の動画はここで終わりにしようと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。